にちは。今日はですね、新しい YouTube チャンネル、That Japanese Man Yuta を紹介したくて、まあ恋愛関係、特に国際恋愛関係についての動画とかブログ、結構面白くて、で、この間ちょっと見たものとか自分の感想を共有したいと思います。さあ、自分の経験ではですね、もうシングルじゃないんですけど、独身の生活の時には、結構ね、割と、外人だとしても、あまりモテなかったって、それなぜかというと、大体そういう外人に興味ある人、まあ、3種類がいて、俺どっちも当てはまんない問題があって、その第一は、英語バンディットという英語泥棒という人で、もう英会話なんか無料で練習したいから、英語で会話してくれる外人が探したくて、そういう人ね、なんか、最初外人見て、なんか笑顔で来るけど、日本語で喋るとすごいがっかりな顔して、やっぱりその英語練習道具みたいになんかなんないから、それがっかりしてって、そういう人、まあ日本語喋る途端に、まあそういう人は合わないってことになってたから。それで第二種類は、ちょっと田舎の、まあ田舎っていうか、柏とかそういうところ住んでた時、昔、たまに合コンとか行ったりして、そこ地元の人とよくなんかまあ日本人のサーファー友達と一緒に会って、で結構盛り上がって楽しくしてるし、で、まあ一人だけ外人がパーティー入ってると、それでみんな結構ね、もう喋りに来るし、なんかあまり喋ったことないから、楽しんで盛り上がって、俺も自分でもそれ楽しいんだけど、でも最後の方は、例えば電話番号とか頼むと、気づくとその人、外人と付き合うことも考えたこともないし、なんかいや、面白いけど、論外ありえないって感じで、結構ね、そういう場面もあって、そういう英語欲しい人に会ってないし、そういう普通の人も、まあ人によってね、外人想像できない人とよくあって、その第三種類の自分でもいつも魅力感じたのは、まあハーフとか帰国子女の人とか、まあ特にそういう帰国子女とかで、やっぱ外人が魅力的だと思うと、それも大体なぜかというと、今時日本にいるんだけど、将来的に、まあなんか外人と付き合って、その人の国一緒に行っちゃおうとかってことだけど、まあ今永住権者だけど、あの時永住権者じゃなかったんだけど、まあ永住権者なるんだろうと思って、大体それも気づかれるとね、普通日本の会社、外資系じゃなくて日本の会社勤めてサラリーマンやってて、いや、君何者かっていつも扱いされて、いや、そういう人にもね、自分が魅力だと思ってるんだけど、両方の文化分かってる人だけど、なかなかね、自分がそういう人に、まあ、あと顔はこうだからね、こう、あの時髪の毛があったんだけどね、でもそれでもなんか、いまいちモテなかった。とにかく、この The Japanese Man Yuta ってチャンネルは、結構ね、勇気も持って、まあ、いろんなところ、東京もあって、渋谷とか、銀座とか、新宿とかって、なんか、女性の人いろいろ取材して、日本人男性どこがいいですか、どこがダメですか、なんか外国人と結婚したら家族に反対されるのか、長い動画だけど、なんかすごくやっぱ自分にとっては面白くて、で、皆さんどう思いますか、コメントでもちょっと聞いてみたいと思うんだけど、男性でも女性でも、やっぱ人によって、家庭によって、もう外人、考えられるのか、恋愛範囲として。もう結局、なんとかいっぱいなんか失敗して、最終的に、どうにかなったんだけど、結婚して今可愛いハーフの子供もいるんだけど、でも、やっぱ自分にとって簡単じゃなかったね。いろんなそういう分類というかこだわりがあるんだけど、皆さんこだわりどうですか？なんかそういう国際関係、国際恋愛。大体日本人の男性の友達はしたいって言うけど、なかなか勇気ないとかって言いますね。まあ、ちょっとどうか、ぜひコメントちょっと書き込んで教えてください。はい、ピース。